そうだな。わかりました。待って、一番。ん？頑丈の次は病か。ここのアジトはバレたと考えるべきだな。春日さん、後ろからも。お初にお目にかかります。手前、小国と発しまするはジャパンの東京、神室町。町のソープで産湯を使い、姓は春日、名は一番、人呼んで浜の英雄と発します。奇妙な絵にし持ちまして、生き別れの母のため。ハワイエンジョイしてんな。けどまあ、そんなことはどうでもいい。俺の目的はそっちの男だ。お会いできて光栄だ、桐生一馬さん。桐生？誰のことだ？嘘が下手なのも噂通りだ。ありがとうよ、今ので確信できた。あんたは本物の桐生一馬だ。嘘が下手ってのは俺も同意です。これでも上達した方なんだがな。あんたが早々死ぬわけがねえとは思っていたが、こんなとこでお会いするとは思わなかった。桐生一馬の首、ヤクザにとってこれ以上の勲章はねえ。令和の時代に戦国武将みたいなことを言いやがった。そう、誰にだって死は訪れる。ああ、あんたにはそれが今から訪れる。楽しませてくれよ、桐生一馬。頭かち割るとこか。どうした、行くぜ。堂島の竜と一戦やれるとは願ったり叶ったりだぜ。うわぁ、俺の番だ。おら、行くぜ行くぜ。相手してやる。もらった。はっ、止め。手加減、手数がいるな。よし、調子出てきたぞ。桐生さんの目に入ってないんですね。まったく、物好きなやつだ。手加減はなしだ。終わらせる。俺の番だ。行くぜ行くぜ。いつでもいいぜ。いつでもどうぞ。行くぜ。よし、もうお茶にしましょう。ちょっと休憩。やめよ、調子いいな。終わりにするか。調子出てきたぞ。
まだ。もっと俺を楽しませてくれよ。調子がいいぜ。吸収が早いのよね。また強くなっちまった。さすがは伝説の極道だと言いたかったんだがな。やり合って逆に確信が揺らいじまった。お前本当に桐生一馬か。これがあの堂島の竜。あまりに張り合いがねえ。それとも噂が膨らみすぎた口か。誤解が解けたようで何よりだ。嘘が下手なのは確かなんだがな。山井さんよ、もう富沢には手出すな。こいつは俺らの仲間だ。もうそっちには戻らねえよ。ああ誰だそいつ。な、興味のねえことはすぐ忘れるたちでな。俺が今興味あんのは桐生一馬あんただけだ。偽物かもしれねえけどな。とはいえ今日はもう飽きた。また今度やろうや。そん時は本調子でいてくれ。じゃあお大事に。見逃してくれたってこと。みたいだな。病の野郎は桐生さんしか眼中にないか。ねえ、私たちこのまま桐生さんの部屋に行っても大丈夫なの？いや、こりゃもう場所を変えた方がいいな。どこかホテル探す？いや、多分今頃バラクーダもガンジョウも目光らせてる。狭いハワイだ。少なくともまともなホテルで安全は保証できない。でもじゃあどこに行けばいいの？大道ジッパのセーフハウスがある。いざって時のとっておきらしい。いいんですか？そんなとこに俺らが行って。いいさ。あいつらは何でも極秘だなんだともったいぶるからな。本当にとっておきの場所なら俺には教えねえさ。行こう。すんません、桐生さんにおんぶに抱っこになっちまって。いずれ返してもらうさ。さあ行くぞ。